キシメジ科は原ケ目のキノコの分類名。多くの属を含んでおり、松茸、ブナシメジ、シイタケとう、日本人に馴染みのあるキノコも含まれている。形は様々で、特に共通の特徴はない。過去には分類の墓場とされており、すでに分類されていた、天狗ケか、原ケか、ぬめりがさか、裏ニがさか、 一本締めじかに分類されておらず、胞子の色が白色、黄色、桃色などの腹竹目のキノコの属を含んでいた。学名のトライヒャラマターッチはギリシャ語で毛を意味する、トライコスと縁や境界を意味するロマから来ているが、構成する種がすべてこの特徴を持つわけではない。アーノルズとバスは、ヌメリガサカの属をこのトガに置いたが、この分類は、 金類分類学者の主流には採用されなかった。分子系統学の登場は、キシメジカに属する単系統群の分類を大きく、助けた。分子系統学からの証拠があって、キシメジカからの分離が提案された例がいくつかあった。ものの、これまでは、輪廻の分類群というより分岐学で、定義されていたが、二0六年に、キシメジカから、ヒドナンギウムか、シメジカ、ホーライタケか、 くぬぎタケか、つきよケか、たまばりたけか、ひらたかなどを分離することが正式に公表された。きしめじかの名前は、将来界分類が減らされ、きしめじ族とそれに、ごく海賊のみを含む、単系統的な都がに変わっていくとしても、きしめじ族とそれに近い関係を持つものを扱う、才の名前として妥当性があると見られ維持されている。競合する名前から、 キシメジカの名前を保持するために国際植物学会議は1988年と2006年の2度投票している。この決定はキシメジカからの新たなドガの分離を無効にしてはおらず、単純にキシメジカの名前を維持することを確認したものである。ニュージャージー州の中論機の古白から発見された全滅種であるアーキモラスミアスは、 化石記録によって知られる原竹目の4つの属のうちの1つである。主な属には茅竹属、紫しめじ属、ザラミのしめじ属、日ださか竹属、きしめじ属などが存在する。これらも含め78属1020種が存在している。ありがとうございます。